現実左側の光が太陽。中央の樹木の右上に小さく虹色に見えるのが現実アメリカ合衆国のオスダコタ州ファーゴで観察された現実現実とは太陽と同じ高度の太陽から離れた位置に光が見える大気光学現象のことである。なお、月に対して同じような光が見える場合もあり、この場合は幻月と呼ばれる。通常、 現実は太陽から約22度離れた太陽と同じ高度の位置に見える。雲の中に六角板状の氷床があり、風が弱い場合、これらの氷床は落下の際の空気抵抗のため地面に、対してほぼ水平に浮かぶ。この氷床の一つの側面から太陽光が入射し、一つ側面を挟んだ別の側面から出る場合、この二つの面は60度の角をなしているため、 表彰は、聴角60度のプリズムとして働く。この表彰によって屈折された太陽光は、太陽から約22度離れた位置からやってくるように、見えるものが最も強くなる。このようにして、見えるのが現実である。太陽高度が高い場合、表彰の中を斜めに光が通るために、プリズムの聴角が60度よりも大きくなったように、振る舞い。 太陽と現実の角度は22度よりも大きくなる。太陽高度が61度よりも高い場合には、表彰の側面から光が出ようとした時に全反射されてしまうため、現実は見られない。表彰の並び方に水平からのばらつきがある場合、現実の上下に光が広がって見える。また、表彰の屈折率は光の波長によって異なるため、 現実も虹のように色に分かれて見える。現実は太陽に近い側が赤色、太陽から遠い側が紫色となっている。表象がよく水平に揃っている場合には、現実の光が強いために確認するのは難しいが、水平からのばらつきがある場合には、光が弱くなって確認しやすくなる。雲を構成する六角板状の表象の一部が水平となり、 残りはランダムに配列しているような時には現実と内傘と同時に現れることもある。太陽高度が低い場合には内傘の内太陽と同じ高度の部分が強く光っているように見える。太陽高度が高い場合には現実は内傘の外側に分離して見える。高い山や飛行機から見える栄比に対しても現実が見えることもあり、これを栄現実と呼ぶ。これは 栄比の光がさらに氷床で屈折されたものではなく、氷床の一つの側面から太陽光が入射して、氷床の底面で反射された後、一つ、側面を挟んだ、別の側面から出てきた光が見えているものである。氷床に入射した太陽光が側面で反射した後に、別の側面から出ていく場合には、現実の太陽との相対的な位置が変わり、太陽から約九十度あるいは、 約120度は慣れた位置に現実が見られる場合がある。しかし、これらは極めて稀な現象である。ありがとうございます。